イーメイユドーカことイーメイサン名産伝ドーカは、ナイジェリアの元プロバスケットボール選手。NBA のボストンセルティックスのヘッドコーチ。オレゴン州ポートランド出身。ポジションは、スモールフォワード。身長196センチメートル、体重97キログラム。日本では、アイミュードカと表記されることもあるが、発音は、アイメイジュドーク、EE、メイユーディオーイクであり。 D 名誉動画が、より原音に近い。ポートランド州立大学を卒業後、ウドカのキャリアは、NBA デベロップメントリーグのチャールストンローガトーズ、で始まった。2004年1月14日、ロサンゼルスレーカーズと契約したがすぐに放出された。再び、D リーグに戻ったウドカは、フォートワースフライヤーズでプレーし、試合平均17.1得点6.2リバウンドの、 成績を残した。2006年4月6日、ニューヨークニックスと契約したが、同年9月11日には放出された。ウッドカは、地元ポートランドに戻り、新たな契約を得るために、自主練習を行っていた。場所柄、ポートランドトレイルブレイザーズの選手たちと練習を、共にしていたが、10月に入って、各チームのキャンプが始まっても契約が得られない、状態が続いていた。 折しも、ブレイザーズのアーロン・マイルズが健康診断に引っかかり、チームのロスター枠が一つ空いたところで、ブレイザーズの選手たちが、ウドカをキャンプに呼ぶように進言した。キャンプ中に、父の死などの不幸に見舞われたが、ウドカは、コーチ陣を鳴らせる活躍を見せ、見事に開幕ロスターに残った。さらには開幕戦から、先発スモールフォワードの座をも勝ち取り、 結局その年は75試合にすべて先発で出場、平均出場時間28.6分で8.4得点、3.7リバウンド、0.9スティールの成績を残した。このシーズンに NBA 入りしたラマーカス・オルドリッチと共にプレーした経験が、後に FA となったオルドリッチをサンアントニオスパーズに呼び込む大きな力となった。2007年8月16日、 サンアントニオスパーズと契約。推定2年200万ドルの契約であると見られている。スパーズでは、ブルース・ボーエンの控えとしてプレーした。その後、サクラメント・キングス、ニュージャージ・ネッツ、スペインリーグでプレーした後、2012年8月、サンアントニオスパーズにアシスタントコーチとして加入した。2019年6月、かつてのスパーズアシスタントコーチであった。 ブレッド・ブラウンヘッドコーチの下でフィラデルフィア76、サーズのアシスタントコーチを務めることが報じられた。体格には恵まれていないが、タフなディフェンスとスリーポイントを得意とする。スパーズでは長らく守備の要であったブルース・ボーエンの後継者として期待されている。ナイジェリア代表チームではガードを務めるなどの器用さも合わせ持っている。父がナイジェリア出身であることから、 ナイジェリア国籍を持ち、日本で開かれた2006年バスケットボール世界選手権では、ナイジェリア代表チームに選出された。母ムフォンウドカは、ワンバの元選手。ありがとうございます。